ってなってくれる部分がいっぱいあるんじゃないかなっていうのを確か昨日話した気がするんですけど、どうでしたか？おっていっぱいなってくれましたか？はい、いっぱいおっていうポイントがあったんじゃないかなって思います。わかる、久しぶりになんかあんなに人数いたよね、本当に思う。なんかいつも公演終わりとかなんか挨拶するんですけど、スタッフさんだったりステージに向かって挨拶するんですけど、あの1期生から4期生まで全員がこう横一列に並んだ時、もうあの劇場のその最前とステージの間のところに立って挨拶するんですけど、めっちゃ長くて、うわなんかこんなに人数いいの懐かしいみたいな。そう、お見送りのね2列も本当になんかすごいこんなこともあったなみたいななんか久しぶりのね大人数でしたね、本当に。あんなぎゅうぎゅう、そうなのよ。なんかもう私たちが研究生で入ったばっかりの時とかはなんか全員でマックスやりますみたいな時も、あの山台に何人も、そう今日の NGT48 状態、全員で踊るってなった時に、そう山台とかも使ってみんなぎゅうぎゅうで踊ってったから、そうなんかすごい懐かしい気持ちになりましたね、本当に。昨日の配信の瀬戸際って、あー、え、上手だったでしょう、匂わせ匂わせ上手だったでしょう結構ヒントあげたよ、昨日の配信結構あげたよね私はい、上手だったでしょう下の名察した。え、でも下の名はさ、あれでしょ、一昨日の配信の時じゃなかったっけ、下の名なんかかいりちゃん、かいりちゃんって呼んでて、あのなんだっけ、急に見た動画が夢しなの話してて、夢しなの動画でかいりちゃんって言ってて、え、かいりちゃんって呼んでるんだけど、あれはほんと偶然、めちゃくちゃ偶然。下の名ね、え下の名どうだった、めっちゃエモかったでしょ、辰年5人の下の名。もうあれほんと、私実はてかね、これほんとびっくりすると思うんですけど、下の名やったことないんですよ、ドラさんだけ。そう、1期生は1期生でやったことあったし、もう折り目も含めてやったことあったし、2期はなんか誰かの卒業公演で下の名やったことあって、3期は3期で研究生楽曲だったから、その下の名をやったことがあったんだけど、ドラさんだけ機会がなくって下の名やったことなかったんですよ。そう、やったことなくて、いつか下の名やりたいなって思ってたんだけど、そうで、なんかその今回のその周年公演の瀬戸利で、その辰年の人たち5人でなんかやりたい曲やっていいよみたいな、好きな曲選んでいいよって言われたのね。で、え、何の曲やるみたいになった時に、私はすごい下の名やりたいなって思って、そう、私も帰りもまず下の名やったことなかったし、でやっぱマナとさやが卒業するっていうのもあって、なんかやるならこの5人ですごいやりたいなって思ったから、そう下の名やりたいなって思って、で下の名やることになって、で衣装どうするってなって、衣装はね昨日決まったんだけど、そう衣装どうするっていう話になって、なんか何個か候補を挙げたんだけど、パーティー衣装が一番エモいよねってなって、パーティー衣装でやりましためちゃくちゃエモかったでしょ。そう、パーティー衣装は、はい、匂わせてました昨日の配信でパーティー衣装はやっぱフレッシュな人たちが着る衣装だよねとかって言って匂わせてました昨日はい、パーティー衣装は昨日決まったから、昨日そのまま配信で話してたそうで、なんかほんと私も下の名初めて、ようやく、もう大好きな曲だからようやくできて、しかも本当やるならこの5人でやりたいって思ってたから、本当にめちゃくちゃできて嬉しかったし、そうなんかね、しかもなんか泣いちゃって泣いちゃって、なんかいや、あのね、もう普通にそのこの5人で下の名をやるって決まった時から、もう普通に下の名聞くだけで泣ける、なんか5人でやってることを想像して泣けるなってすごい思ってたんです。で、なんか
今日その本番前にリハでね、リハでやって、であのマネージャーさんで、もう私たちが研究生の頃からあのずっと一緒にいてくださる女性のマネージャーさんがいらっしゃるんだけど、でそのマネージャーさんがいたから、私たちの下の名見ててくださいって言ったのね。そうだってもうさ、マネージャーさんも私たちが研究生の頃からずっと一緒にいてくださってるから、なんか多分絶対エモいって感じてくれるはずなのそうだから見てほしくって、私がマネージャーさんに見ててください、私たちの下の名みたいな言ってたので、そしたらそのマネージャーさんも本当さ昔を知ってるからさ、なんか、あれはなんかエモいね、それはめっちゃエモいねみたいな、すごい言ってくれて、でなんかすごいそこから懐かしい話をねしてたの、その研究生時代の話とか。なんかそしたらすっごいそうエモい気持ちになっちゃって、私リハ前に泣いたのそう、なんかマネージャーさんと、なんかさ、そのやっぱりそのマネージャーさんとは研究生の頃からずっと一緒にいて、なんか今でこそ本当やっぱキャプテンにもなったし泣くことも少なくなったけど、研究生時代めちゃくちゃ泣いてたから、もうことあるごとに涙を流していたっていうレベルでずっと泣いてたから、なんかもうそのマネージャーさんと話すだけで、話してなんかその研究生時代のことを話して思い出すだけで、なんかもう気持ちが当時に戻っちゃって、なんかそのなんだろう、グループのこと考えた時に、いやキャプテンだからちゃんとしなきゃみたいな、なんかちゃんとした気持ちになるんだけど、もうなんかその瞬間だけ本当になんか昔の自分に戻っちゃって、そうで、なんかもうさ、周りは2期ドラしかいないし、そのマネージャーさんと一緒にいると当時の気持ちに戻っちゃって、なんかすっごいエモい気持ち、もう今も泣ける、エモい気持ちになっちゃって、その全然本番前なんならリハもまだ通しリハの前、一回劇場のステージで曲でやった後、まだ通しリハの前にもうすでに泣いちゃって、そうしたらなんか2期ドラもやっぱり私が昔から泣いてるイメージはめっちゃあるから、そうあるから、みゆが泣いてるみたいになって、そうなって、でそれでなんかすごい、そういえばみゆって昔めっちゃ泣いてたよねみたいな、なんか今はほんとちゃんとしなきゃっていう気持ちになるけど、なんか2期ドラの中だともうさ、なんかよしよしみたいなポジションだった、逆に、そうよしされる側のポジションだったから、なんかすごい当時の気持ちに戻っちゃって、赤ちゃんみたいな赤ちゃんみたいになってたんです、もうそのリハの前の時点で。そうで、でもなんかそういえばみゆの泣いてる姿すっごい久しぶりに見たみたいな、なんか泣かなくなったねってなんかすごいめちゃくちゃ子供扱いされてたんですけど泣かなくなったねって、みゆの泣いてる姿久しぶりに見たって、メンバーとマネージャーさんとみんながこう言ってで、それでなんかそのよしよししてくれてたのがマナとサーヤだったのね。そうで、下マナが卒業する二人によしよしされてるよとかって言うから、写真撮ってくださいって言ってマネージャーさんに写真撮ってもらったよしよしされているところを、めっちゃ謎すぎそう、なんか昔からねすごいよく泣いてたんですけど、そう泣いてたけど、なんかそうやって、またみゆが泣いてるみたいな、すごい優しくされるとより泣いちゃうのがすごい昔の私だったから、そう、いや本当になんかエモーってなって、でもその後のその投資リハの時は泣かなかったんだけど、やっぱ本番パーティー衣装着てみんなでやるってなったら、なんかもう本当にエモすぎて、あの最初のさイントロのさエンジンや、なんか泣かな、なんかそのリハの時に泣いちゃったから、なんかみゆ泣かせるからみたいな、めっちゃみんなが言ってくんの他の4人がみゆのこと絶対泣かせるから、なんかファンの人のこともみんな泣かせようみたいな言ってて、そうで、いや泣かないから私言ってたんだけど、
そうでもなんかそのイントロの時点でやっぱエンジンこうやってやっててみんなでパーティーショーですごい、しかももうマナもさえもさ卒業しちゃうって思ったら、ほんとなんかこのメンバーでできるのがすっごい嬉しくて、そうエンジンしてる時点で泣くっていうそしたらエンジンしてる時もみんながあー泣いた泣いたみたいな泣いた泣いたみたいな感じでよしよしされてましたそう、いやでもすっごい嬉しかったです、本当にこの5人でしたのができてめちゃくちゃ嬉しかったし、なんかそのイントロで泣いちゃって、そう最初の時はちょっとうるうるしてたんですけど、そうでもその後はもうなんかこの5人でできるのが嬉しすぎて楽しすぎて、そうなんかずっと楽しかったですめちゃくちゃ楽しかったです、本当に良かった、もうこのさエモさをさ伝わってほしかったの、きっと昔から当時私たちの研究生の頃を知ってる人からしたら絶対にこのエモさは感じてくれるはずだから、そうでなんかあの頭にさタツつけてたじゃん、そうあるよ、私持って帰ってきた、これめっちゃ可愛くない？スタッフさんが買ってきてくれた、めちゃくちゃ可愛い、でなんかあの私たちの前下の名の前にファーストラビットうさぎちゃんたちがやってたじゃないですか、あれなんかうさぎ年の2人なんですけど、でなんかその人たちがこううさ耳つけてて、なんかそのうさぎ年からタツ年のその流れをしたかったから、なんかそのタツのカチューシャをねスタッフさんが買ってきてくださって、でもなんか下の名ってさやっぱさエモさを大事にしたい、そうし、なんかせっかくねパーティー衣装まで来て、そうなんかめっちゃエモさをさ大事にしたかったし、やっぱ先輩のね曲だからちょっとふざけてこんなねタツのカチューシャつけてやる曲じゃないなって先輩がやっぱ大事にしてきた曲だから、そうって思ってその下の名の時はつけないで、そうでじゃあせっかくねスタッフさんが買ってきてくださったからあの MC の時につけよって言って MC の時につけましたそう、いやそう下の名はやっぱあれはねエモさを大事にするべき、なんかネタじゃない、あれは本気でめちゃくちゃ曲もみんなで相談して決めたし、なんかどうエモさをなんか感じさせるかで衣装とかも全部選んだから、そうそうなんです、だからねこの可愛いんだけど MC でつけました、めっちゃ可愛い、でもこれこのなんかさつけた時にさこの手がめっちゃ可愛くない乗っかってる、かわいい、ちょっとでも配信するともう切れちゃうんだよ、全然わかんない、全く違和感ないつけてるだなんて微塵も思わないでもこうやったら実は実は頭に降臨してる実はね何かが乗ってでも本当に下の名はめちゃくちゃ嬉しかったですね。そうもう私的には今回の周年公演一番みんなに見てほしかったポイントでした、下の名をやったところが一番見てほしかったポイントです。そうでもなんかその他にもいっぱいきっとおーってみんななってくれてたと思うし、そうあと4期生のところはやっぱ一番おーってなったんじゃないかな、びっくりしましたか自然渋滞始まったから2期かと思ったら全員知らない顔みたいなびっくりしたよね、いやすごい劇場初パフォーマンスで自然渋滞あの完成度まで仕上げるのが本当にすごい、うん本当にすごい
すごいよね。もうなんか年明ける前からずっと練習してて、その4期生が自然受胎やりますってなってから、年明け前からずっと練習してて、で、私は折り面じゃないからちょっと参加はしてないんだけど、その2期生とか先輩たちもその自然受胎なんかアドバイスしに行ったりとかして、そのリハやってる時に、そうそうそう、本当にだから年明け前から今日までの間にずっと自然受胎だけを練習してきたっていうかね、めちゃくちゃ練習してて、いや本当にすごいよ、本当にすごい。なんかお披露目であれだけできるの、そう、いやこれからがきっと楽しみになってくれたんじゃないかなって思いますね、うん。そう、そうなんですよ、すごい。なんかそうだから、でもその今回初パフォーマンスが自然受胎で、いやそりゃさ、もう自然受胎をやるっていうだけでめちゃくちゃすごいってなるじゃん。そう、でもやっぱりこれからなんか一人のアイドルとしてなんかこう羽ばたいていくっていうので、やっぱり一人一人さ、なんか自分がこうなりたいっていうアイドル像が多分違うと思うのね。でそれ、例えば私で言ったら、例えば私が4期生でそのお披露目で自然受胎を披露しますってなった時に、なんか私はなんかアイドルアイドルした曲が好きで、なんかそういう自分を見てほしいって思うから、なんかその4期生としてこのドンってお披露目される時に自然受胎をやるのはめちゃくちゃかっこいいと思うし、やっぱすごいってみんなはなってくれる、でこれからの4期生に期待してくれたりだとか、なんかおおって絶対になってくれると思うけど、なんかメンバー一人一人として見た時に、なんか自分が輝けるのは多分この曲じゃないなって思っちゃうんだよね。そうだから、なんかその NGT48 最後の方、後半だけだったけど、その自然受胎では見せられない自分を絶対に見せられるじゃないですか、全く曲調が違うから。そうだから自然受胎は自然受胎で、こう4期生としてなんかすごいんだぞっていうのを見せたいものをこう見せてほしいなって思ってて、で NGT48 はやっぱりさ、なんか私たちも一番最初のお披露目、初めてやる曲は NGT48 だったし、やっぱりその誰もが通る道というか、そのお披露目の時点で、でやっぱり一番さ、こうフレッシュさがさ出る感じというか、そうやっぱその何、新しい、そう新メンバーならではのこの初々しさだったりとか、なんか元気さだったりとか、フレッシュさみたいなのはやっぱり NGT48 みたいな元気な曲で出せるものだと思うから、そのこのお披露目の時点で自然受胎をやることは本当にすごいことだけど、なんかそこでやっぱりフレッシュさをめっちゃ出してほしいなって思ってたから、それは本番前にも、前日、昨日とかにも伝えたし、なんかそこで見つけてもらうぞっていうレベル。そう、なんか私もそうだけど、やっぱダンスが得意じゃない子も絶対にいると思うの、4期生の中には。だけど自然受胎ってやっぱバチバチに踊る曲だし、そうなるとやっぱダンスがさ得意な子の方がさすごいなって見えたりとかするじゃん。でもこれからこうアイドルとしてやっていく中で、ダンスが上手いだけじゃないじゃん、個性が絶対に。そうだから、その自然受胎だけ、1曲だけに絞ってしまうと、やっぱりもうそこでさ、こうダンスの差だったりとかが出てきちゃったりするから、そうだから NGT48 ではなんかこう自分をめちゃくちゃ出してほしいって思って、そうなんか見つけてもらうぞって、自分の可愛いところをいっぱい出してほしいなって思って、そう今日は自然受胎と NGT48 の後半と本当最後の方だけだったけど、もう全く違う曲だからこそ、なんか全然違う見せ方をしてほしいなってすごい思ってて、そういやでもね、すごいフレッシュに頑張ってくれてたんじゃないかなって思います NGT48 は。そうでやっぱり後ろの方だけど、ファンの方は絶対に後ろの方も見てくれてるし、逆に先輩たちって本当、これ NGT の本当いいとこなんだけど、 NGT48 何年経っても超全力でやるじゃないですか。そうなんか NGT48 って私たちのそのなんかお披露目の定番曲で、なんかもうさ8年やってるわけじゃないですか。
でも8年経っても毎回全力でやるじゃん。ほんとそれが NGT48 のいいところだと思う。先輩たちが全く手を抜かない NGT48 で。そうだからそんな先輩たちがさ前の列にいるから、なんかなんなら本当はさその4期生のフレッシュさを前面に出したいぐらいの気持ちだったんだけど、もうでも先輩たちも負けないぐらいフレッシュにやるからさ、 NGT48 8年目の NGT48 でもフレッシュにやるから、そうだからそのね元気さに負けないそのフレッシュならではの元気さでちょっと後ろでも頑張ってほしいなっていう気持ちだったよ。そう本当にね、いやいいところ、 NGT のそういうとこ本当にいいところ。あそうですよ、実はカチューシャつけてるんで、めちゃくちゃ真面目に喋ってますけど実はカチューシャついてるんで。本当、いやでもすごいね、初めてキャッチフレーズも公開になりましたけど、本当なんかすごい、みんなめちゃくちゃ凝ってて、めちゃくちゃ凝っててすごくいい、かわいいキャッチフレーズね。みんなはなんか気になったこういましたよね、絶対に。まあ気になった子を聞いちゃったらあれだけど、なんか誰のキャッチフレーズが面白かった？そうなんかさ、すごい私たちがドラさんがキャッチフレーズ決めた時なんだっけ、ダジャレばっかだなって言われたんだけどダジャレばっかだなって言われたんですけれども、なんかそうじゃない子の方が多かったよね、4期生だから。すごいめっちゃ考えたんだろうなっていう。うわー何これ、服、これタワー、すごーありがとうございます、正月っぽい正月で、でもそういえば背景正月じゃなくなってる、通常モードになってるやん。本当だ、でもすごいタワーは正月っぽい、ありがとうございます、すいません。すごいマイクを傾けたら切れ、あ確かに多かったか、多かったか。そうこれさ、3期生はさそのお披露目の時にさ声出しがまだできなかったから、ファンの皆さんが、そうだからこう淡々とさツアーでお披露目した時初めてキャッチフレーズやって、でメンバーがこうメンバーとかその同じ3期生がなんとかなんとかとかって言ったりしてたけど、やっぱねせっかくファンの皆さんもその声出しができるから、なんか私が何々って言ったら何々って言ってくださいってで、そのみんなが一緒にできるようにそうやってたんですね。そうなんです、春夏秋冬、あメリー、え、そうだよ、だからさ昨日なんかそのリハでその4期生のキャッチフレーズも全員リハで通してやったんだけど、そこで多分初めてあの4期生のキャッチフレーズを聞いたのね、私たちは。そう、それでメリーが春夏秋冬って言った時に、そのはるか、私がさ MC だったからさ、その4期生と一緒にこうやって並んでて、で他のメンバーはこう前で見てたんだけど、そうメリーがそれ言った瞬間にななみとはるかが一緒にいて、ななみがはるかにってやってたってやってた。そうえ、でもさなんかさすごいささっき載せられてたんだけどさ、え、そうなの、なんか4期生みんなちっちゃくてみんな、しかもその名簿が早い子ほどちっちゃくて、身長がなんか私が隣に並んだ時に、なんかすごい先まで頭がずっと見えるんだけどみたいな私がなんかめっちゃでっかく見えて、見えてってかまあ事実なんですけどなんかねあの名簿後半の方がその春菜ちゃんとかメリーちゃんとか結構身長高めだから、そっちの方に行けば多分そんなに違和感なかったんだけど、その名簿上早い子たちがみんなちっちゃかったから、そうかわいいめっちゃなんか書かれてました、お親子とかそうなんですよ。そうジュナちゃんが多分一番ちっちゃい4期生の中で、そのジュナちゃんが隣にいたからもう こんな身長差身長差こんなで、そうなんです、なんか4期生平均的に結構身長小さめみたい。そう
で、だからなんかその4期生の中だと多分春菜ちゃんとかメリーちゃんとかは結構身長高い方なんだけど、それでも身長聞くとね162とかなんだよね。162とかで、でそれさ162ってさ2期で言うとさ誰、サーヤとか、あ違うな、もえ誰だっけ、でもほんとそれぐらいなの。2期ドラで言ったらさ全然真ん中ぐらいなので2期ドラがでかすぎんの平均身長帰りぐらいか。そう2期ドラの平均身長が高すぎて、なんかその4期生の中での一番身長高い子の身長が実は2期ドラの真ん中ぐらいとか。そうだから4期生の平均身長が結構低めなんだよね。そうなんです。私は身長は自称166 自称そうなんです。そうだからちょっと小柄な子が4期生は多いんですけど、でもそんな中でもね自然渋滞本当にめちゃくちゃ体をたくさん使って大きくパフォーマンスしてたからね、本当にちゃんと迫力があったと思うし、そうすっごい綺麗だった。このコウさんとことかめちゃくちゃ綺麗だったよね。本当たくさん練習したんだなっていうのが絶対にみんなに伝わったと思うから、うん、ね、すごい本当にこれからがとっても楽しみですね。ほらしもありがとうございます。そうめちゃくちゃ練習したのが多分伝わったと思う、うん、そうでも今回は多分この日のために自然渋滞だけをめちゃくちゃ練習してきた。もう私たちもそうじゃん、一番最初の時って NGT48 だけを一生もうこれを一生練習してるみたいな。あったあった、そんな時代そんな時代あったあった。そうだからそれをでもそれを自然渋滞をずっと練習してるの結構しんどかったと思うけどね。そうでもこれからはさもうなんか一日で何曲も覚えなきゃいけないみたいな、なんかそういう日が絶対に来るからさ、そう今日はこの日のために自然渋滞をずっとたくさん練習してきたと思うけど、今後はそのたくさんの曲を覚えるっていう部分でも頑張っていかなきゃいけないと思うからね、そうしっかりついてきてほしいなって思います。いやそういう意味では本当に3期生とかは多分その4期と3期って1年しか変わんないけど、その1年が多分めちゃくちゃ大きいのね。だってこの1年の間にコンサートもあったし、で出てる子はフェスだったりとかも並行してあったりだとか、そうコンサートの後卒業公演とかがあったりとかして、もう立て続けに1日に何曲も覚えるみたいなスケジュールをこなしてたから、そう1年しか変わらないとはいえど、その1年で多分めちゃくちゃそういう経験値を積んできた子たちだし、もう自分がその立場だったら絶対についていけない、絶対に無理っていうのを3期生はみんな頑張ってきてくれたから、そう公演もだってリバイバルと思い出いっぱいと2公演分まあ覚えてくれたわけじゃないですかね。そう思うと本当にもう自分が3期生だったら無理って思うようなことをちゃんとこなしてついてきてくれてた子たちだから、そうなのでね、そう1年先輩って難しい立場、同じ研究生として活動する子たちもいるからさ、そういう部分でも難しい立場かもしれないけど、でもちゃんと先輩できると思うし、そう、そこは本当に胸を張ってほしいなって思いますね。そう、その1年ですっごくみんなは絶対に成長しているはずだから、そう自信を持って頑張ってほしいなって本当に思う。ねツアーもあってね、本当にそうだからすごい、そう思うとさやっぱ昇格組は結構本当すごい、やっぱ堂々としてましたね。準ヨロ3人でやるのが本当すごい。まずなんか準ヨロってまず歌詞覚えられない本当にあれ歌詞混ざるんだ。私 NGT48 の楽曲だいたい歌詞間違いとかあんましないけど、
一番歌詞間違う自信ある。純よろって本当に覚えられない歌詞だから、まずそれを3人でできるだけですごい、しかも3人とも本当うまい、本当うまい、ダンス上手。そう、いやすごかった。なんか3人の純よろは本当に堂々としてたし、わかる、3人で純よろどこで息継ぎしてんのって話だよね、本当にそう思うよ、すごい。わかる、バランスめっちゃ、そう、萌ちゃんがさセンターでさ、そう身長が高くて、そうで、ユーハとスイスイがちょうど同じぐらいの身長で、わかる、めちゃくちゃなんかバランスも良くて超綺麗だった。なんかすごいさ、そのまあダンスパフォーマンスの部分だけじゃないんだけど、じゃないんだけど、なんかあれを見るだけでもすごい、昇格した人たちのその昇格する理由がちゃんとわかるなっていうか、そう、なんかさ、それをさ納得させるパフォーマンスをしたりとか、納得させるものをさ見せるっていうのも多分難しいと思うんだよね。そう、なんかなんであの子は昇格できて、あの子は昇格できなかったんだろうっていうのがさ、絶対さ、多分本人たちもそうだし、ファンの方の中にも絶対にそう思う人っているんだけど、いると思うんだけど、でもそれを、あ、だから昇格したんだなってちゃんと納得させることができる、なんか表現だったりとかできる子たちだから、うん、やっぱりすごいなって思いましたね。なんかちゃんとみんなが理由が分かったと思う、あれを見ただけでも、もちろんパフォーマンスの部分だけじゃないんだけど、そう、あれを見ただけで、さすが昇格組だなってちゃんと思わせるようなパフォーマンスができることがやっぱりすごいなって思いますよね。で、あとね、本当私は情熱の電源が本当にうますぎて、そう、情熱の電源が良すぎてね、そう、すごかったね、もうリハの時からすごかった、うますぎて、そう、超かっこよかった。しかも情熱の電源って最近やってなかったじゃないですか、多分青の卒業公演以来やってなかったっぽくて、そう、だからすごい、まず情熱の電源を久しぶりに聞けたことがまずめちゃくちゃ嬉しかった。しかもやっぱあのさ、歌唱力の3人が歌う情熱の電源、ほんとなんかすごい、わかる、鳥肌ものだった、うますぎて超綺麗だった。そう、あれにサーヤのギターが入って、そうだからリハで言ってたよ、それサーヤがさ、そう、サーヤとちょうど隣で見てたの、リハの時に、昨日かな、リハの時に、さあや後ろの山台でギター弾きなよって、さあや後ろの山台でギター弾けばって言ってた。それはふざけてだけど。でもね、さあや折り面だからね、全然許すよね、みんな。だって折り面だもん。山台で弾いててほしい、なんならって感じだったけど、いや本当にでもやっぱあの歌唱力の3人は本当に上手だなって思いましたね。ハモリも超綺麗だったし、なんかその日野のその曲の入り方、あれってさ、こうセリフがあるじゃん、サビに。そう、あれをできるのは日野しかいないって、まあ日野が折り面ですけど、本当にあれできるの日野しかいないなって思うくらい、なんかすごい圧巻でしたね。頭に何か塗ってるのにも気づく、あ、そうなんです、タツと一緒にお送りしてます、よく気づきましたね、たまにしか出てきません。実は頭についていや、めちゃくちゃやっぱすごかったな、うん、振袖の二人もね、そう、え、でさ、めちゃくちゃ可愛い話聞いてくれる、そのさ、二人でさ、ゆうなと花江が振り袖でさ、大声ダイヤモンドやったじゃないですか。で、あれはさ、そのリハでは着付けはできないから、本番のあの1回だけなんだけど、しかもあの1曲のためだけにこう着付けたんだけどさ、そうで、なんかそのでもリハ中はその着物を着てる想定でリハをさ、だってやっぱ着物着ると歩けないじゃん、普通通りには大きく大股で歩いたりとかできないから、それをなんか慣れさせるというか、
ために足をこうテープでマネージャーさんがこう足テープで巻いて拘束してリハやってて、そうで2人だけずっとこうやってよちよち歩いててリハ中めちゃくちゃ可愛かった。足縛られてました。そうなんです。でもすごい可愛かった。いや本当にでもめちゃくちゃ綺麗だったね。着物姿、振り袖姿、本当に綺麗だった。めっちゃ可愛かった。嬉しい、なんか生で見れてファンみたいな感想生で見れてめっちゃ嬉しかったです。うん、大人になったねってね。めっちゃ綺麗だった。え、そうね、聞いてほしい。それで言うとさ、私すごいファンとして、ファンとしてね、あのまあファン、うん、そうなんですけど、まずね、大前提、 NGT48 のメンバーとして8周年を迎えられているという事実に感謝。まず大前提。いやそうなんですよね。しかも私たちって、そのカホが自己紹介 MC で言ってたけど、3周年から参加してるんですよ。それもびっくり。3周年からもう私たちいたのみたいな。もうそんな自覚がないんだけど、あんまり3周年、4周年、5周年、6周年、7周年、8周年、もう6回目なんですよ。それがほんとびっくりだよね。そう、なんかファンとして迎えた周年って2年しかなかったんだって感じ。もうメンバーとして迎える周年の方がはるかになんか回数としては多くて、それがほんとまずびっくりですよね。なんかだって8年前 NGT48 劇場がオープンした時にはただのオタクだったわけですよ。ただのオタクだった人がね、そうなんですけど、そこから6回もメンバーとして周年を迎えられているという事実にまずびっくりですよね。本当にそう、8分の6もうメンバーなんだよ。しかも去年の周年の時はもうキャプテンやってて、その前の周年でキャプテンお願いしますって言われてるって考えたら、ほんとなんかすごいすごいことが起きている。ファンとして迎えた周年もあれば、まあ一メンバーとして迎えた周年もあり、キャプテンとして迎える周年もあり、しかもその自分がキャプテンになった周年は毎回後輩が増えてるっていう怖いっていう事実ね。初めてキャプテンとして迎える周年去年だったんだけど、去年は3期生が加入してて、3期生も一緒に迎えた周年で、キャプテンとして迎える周年が今回2回目だったんですけど、2回目は4期生も一緒に周年を迎えてるって、なんかすごいなんだろう、この大家族になる気持ち。大家族になる気持ち、すごく。そう、大家族の大黒柱になってる気持ち、ここ2年は本当そんな気持ちです。はい、いや本当にね、だからすごい、来年5期生いるかな、どうだろう、そういるかな、わかんないけど、なんかね、なんかそう思うとさ、すごいあの希少なオタクだなって。希少なオタクってか、誰もこんな人いないよね。希少なオタクレベルじゃない、一人しかいないわこんな人。本当にすごすぎですね。いやそう、本当にすごい。なんかまあ周年ってやっぱその1期生の皆さんがいてくださってこその8年なんだけど、とはいえ自分ももう6年もねこのグループに加入してると思うと、まあね、8年間のうちの6年も自分もメンバーだし、まあ少なからずグループのためにちゃんと貢献できての8周年迎えられてるって思いたいなっていう気持ちではある。そうだし、その一オタクとしての意見を言わせていただきますとですね、あの今日1曲目マックス時315を披露させていただいたんですけど、メンバー全員で、まあ4期生はその時まだ
内緒シークレットだったから4期生はいないけど、その3期生までの全メンバーで1曲目にマックス時315号を披露させていただいたんですよ。でそのマックス、まあ、センターやらせていただいたんですけど、あの両脇にね本間日向さんと西形まりなさんって、何このなんかその豪華演出周年公演でマックス時315号をセンターをするだけでも結構なすごいこと、それに一期生の皆様を両脇に据えてのマックス時315号って、なんかもう本当になんかこんなに恵まれたオタクいないって思ってこんなに恵まれたオタクいないって思ってやってましたそう今日の公演東京から見に行ってありがとうね、来てくれてありがとうございました、本当にはい、あのまあね、その NGT48 のまあ記念すべき周年公演ですし、まあね、一応キャプテンをやらせていただいてるので、メンバー全員での1曲目センターっていうのは、まあ、そのキャプテンっていうのももしかしたらあったかもしれないけど、でももうそんな気持ちよりもそんな気持ちよりもだったよ本当に、正直言ったらきっとそのまあキャプテンとしてなんかこのグループなんか支えますみたいな1曲目でなんかそういうのを見せたかったのかもしれない。もちろんその気持ちもありますよ、ありますけど、その気持ちよりもなんかもうすごいオタク心の方が、はいはい、オタク心の方がね、すごいなこれって、こんなことできるオタクいないって思ってやってましたそう、すごいよ本当。だってあのって言ったら変だけど、そのもうね散々披露してきたマックス時315号ですけど、ですけどやっぱりその周年公演でやるマックスってめちゃくちゃやっぱさ大事じゃん。その毎公演マックス時315号ってやってるけど、もう今までもう多分何千回レベルでやってきてると思うけど、やっぱりその周年公演でやるマックスはすごい特別感があるじゃないですかね。そうなんかその中ですごい一期生と一緒に一期生と一緒にやれたっていうのがね、すごいエモい、いや、うん、恵まれたオタクだなってしかもなんかマックスってその思い出いっぱい公演もそうだしリバイバルもそうなんだけど、最初の最後のトンネルをさ2人でやることが多いじゃん最近。そうリカさんの卒業公演でも2人だった、ここがあれってでもオリジナルは3人じゃないですか。だからそこを3人でやるっていうこと自体が結構めっちゃ久しぶりだったのね。そうなんかもう私は本当にリバイバルも思い出いっぱい公演も今日も立ち位置が一つも変わらなかったんだけど本当に一つも変わらなかったんだけど、あのでもそこを3人でやるっていうのがめちゃくちゃ久しぶりだったから、そうなんかいつもはそこはなんか 0.5 ずつ0割で2人でやってるんだけど、3人でやるとさもう一番最初からこう0を歩いてくるわけじゃないですか。しかも両脇に1期生みたいな、なんかもうほんとうわーみたいな、もう私は高倉萌香さんの気持ちになってた本当にこんなこと言ったら怒られるけどこんなこと言ったら怒られるけど、本当に高倉萌香さんの気持ちでこのなんか1期生と一緒にマックスをやるって、ほんとそんな感じでした。そうオリジナルは3人なんだ、だから今日のは本当オリジナルに近かったかな、うん、いやもう本当になんか1曲目から超幸せでした個人的には超幸せでしたね、はい、そう福袋の生写真持っていくの忘れたんですよ、本当に大失態。まあいつでも会えるんですけどねいつでも会えるけど、やっぱこの集結メンバーが集結してる時にもらいに行くべきだった、忘れてったんです、朝まで覚えてたんだけど。
なのでちょっとまた機会を見てサインをもらおうと思います、はい、いつでも会えるからさそうなんだよねそう。でもあとそうだ、心に太陽もね。え、聞いて、心に太陽、私、まあ、何回かセンターやったことあったんですけど今まで。でもあのいつもその心に太陽センターをやったことはあるんだけど、サビ1がいつも全員横一列とか、あとなんかなんだっけな、フェス、そうフェスではなんかサビになると全員横一列になったりとか、あとなんか煽り散っちゃったりとかして、ちゃんとやったことなかったの。その頭から終わりまでちゃんとセンターのポジションやったことなくて。そう、あの夏のコンサートの時の心に太陽は なんだっけ、頭煽ってたのかな、確かラスサビだけセンターみたいな感じだったんだよね。なんかちゃんと心に太陽のセンターやったの実は初めてで、一応センターは 3回ぐらいやったことあるけど、本当にちゃんとセンターの動きをしたのは初めてだったの。何があっても何があってもどうにかなるよ、サビのこの動きをしたのが初めてでした。これだけだったんですけど、あの初めてやった動きはそうだから初めてだったからすごい嬉しかったです。そう、しかもあと心に太陽って、あの感想のてててれれてれてれれて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 ててのところって、本家だとなんか6人8人ぐらいが真ん中で踊ってて、なんか横でこうやってワイ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 ってやるんですよ、いつもあの感想のところって。なんだけどなんかその思い出いっぱい公演はいつも全員でこれをやってるの、てててれれてれて、だから全員がここの振りを踊れるようになったんです、みんなでリハやってるから。そうだから全員が踊れるようになったから今回は全員でやったんです。だからすごい超レアバージョンだったと思う。いつもはなんか数人で横でワイワイでじゃんじゃんじゃんタタタタララじゃんじゃんじゃんからなんか合流するみたいなやつだったんだけど、全員で感想の振りを踊ったから結構圧巻だったんじゃないかな。しかも3期生も含めて全員で、だから結構な人数でそう感想を踊ったから、そう結構迫力があったんじゃないかなって思う。あそこやっぱ綺麗に揃ったら絶対にかっこいいところだから、本当なんか今回の周年仕様というか、そう特別な感じでしたね、うん、電話で感想伝える、あ、やった、実はやりました、お一人、はい、なんか選んでくださった方がいらっしゃってお一人電話しましたそうなんですよ、なんかすごい新鮮でしたね。でもまあ普通におしゃべり会みたいな感じではあったけど、そうやりました。でもなんか私の前にマリナさんがやってたんだけど、でマリナさんがやってるところを見てたんだけど、なんかすごい見てるとドキドキしちゃう多分やってる本人は全然そのなんだおしゃべり会っぽい感じ、おしゃべり会の感覚だけど、なんか見てるこっちからしたらマリナさんがファンの人と電話してるってそうっていう感じで、なんかすごいドキドキして動画撮っちゃった全然誰と電話してんのかも知らないのにマリナさんのファンの方どなたと電話してたのかもよくわかんないけど、なんかすごいファンの方と電話しているマリナさんっていうそのなんか状況がすごいドキドキしちゃって動画撮っちゃったそう、なんか聞いちゃいけない見ちゃいけないものを見てるみたいな感覚で謎に動画撮っちゃったいや別になんかマリナさんに送るわけでもその皆さんにお見せするわけでもなく、なんかわかんないけど撮っちゃったすごいドキドキしました、見てるこっちが
推しが最初から電話出ると思ってスタッフさんにめちゃくちゃニックネームで電話で、めっちゃ面白いその話、めっちゃ面白い。そう、なんか先にスタッフさんが NCT48 事務局です、丸々さんですか、じゃあこれからメンバーに変わりますねみたいな感じでやってたんだけど、めっちゃ面白いわそれ。ほんと面白いそれ、ちょっと想像したら。いや、いい、なんかすごい素敵だね。かわいい、そのエピソードめっちゃかわいいわ。そう、でもそんな感じでした。そう、あとあれもあったよ、動画お見送り撮影。そう、お見送り撮影も当選された方いらっしゃってやったんですけど、なんかすごい新鮮で楽しかった。なんかああいうのいいね、たまにやりたいね、そのなんか抽選で当たった方だけのこういう特別ななんかいろんなやつ、すごい楽しかったです。うん、あとあれだよね、多分ガッタファンなんか抽選でその最善に座れるみたいなのも多分あったよね、それで来てくださってる方もいらっしゃって。そう、なんかいいですね、すごいなんかガッタファンの上手な使い方みたいな。そういう普通のと違う感じの特典めっちゃいいなって思いました。うん、あ、そうそう、最後にもう皆さんの見送りをした後に最後にその動画撮影の方の見送りをしてっていう感じでした。そうなんです。で、なんかこれからいろんなことやってほしい、すごい楽しかった。みんなにもね、いろんなチャンスがあってほしいしね。まあなんか周年だからかなーって感じではあるけど、でも周年に限らず、なんかまあでも普通の公演でやるのも変か、変だけども、なんか機会があれば全然いっぱいやってほしい、勝ったファン有効活用してほしいなって思いました。そう、楽しかった。ガッタファン会員限定公演とかね、まあでも言うてすごいいつも見たことある顔ぶれなんだろうなっていう予想がつくけど、ガッタファン限定公演じゃなくてもいるよねみたいな人ばっかりなんだろうなって思うけど思うけど、でもなんかそういうのも全然やってほしい。まあね、そうだろうけどね。でもまあそれはそれでアットホームな感じがあっていいんじゃないかなって思いますけどね。うん、やってほしい、すごい楽しかったです。あ、そう、ガッタファンの無料のご招待も始まってて、そう、何組かいらっしゃってますね。ぜひ皆さんもお友達など、お友達ご家族連れてぜひ来てください。とね、いや、そう、その昨日の配信でもさ言ってたけどさ、もう普段の公演がね、周年感があるのよ、やっぱ NGT48 の楽曲だけで公演をやってるからこ そうだから、こういう特別公演の時にいかにどれだけ特別感を出せるかみたいなところがあって、そう、でも本当にさ、そう思うと それってつまり思い出いっぱい公演がもうそういう特別公演レベルのセットリストってことだから、めちゃくちゃいいセトリってことじゃないですか、こう逆に捉えてみればね。そう、だから本当にみんなにはめちゃくちゃ見に来てほしいし、絶対にいい公演ってことだと思うから、セトリとしてはそれをね、あとはどれだけ良くするかは私たち次第だけど、そう、公演のセトリとしてはもう特別公演レベルのセットリストってことだから、そう、だからぜひね、お友達だったりとか、友達ご家族連れてぜひぜひ来ていただきたいなって思います。はい、ぜひ来てください。ファーストラビットね、確かになんかやっぱ最近 NGT48 の楽曲のみのさ、なんか公演に慣れちゃってるからね、
そうじゃない楽曲なのがすごい。そういうところでまあ特別公演感もあるよね。大声ダイヤモンドやったりとかね。そう、いやだから私たちもすごい迷ったよ、その辰年で何の曲やるってなった時にいろんな候補出てて、そうあの NGT の楽曲だけじゃなくていろんな候補もあったんだけど、そうでも最終的にはやっぱ下の名が一番エモいよねってなって下の名になりました。でも候補は全然他のグループさんの楽曲とかもあったあったけど、なんかその下の名っていうだけで無条件にエモい感じがするし、やっぱりそうで本当やっぱこの5人ではやりたいなって思ってたから、そうやりました。なんかさ成人公演やったんですよ私たちの時は。20歳の時に成人公演やってて、なんかそこでやった曲とかも候補にあったの。彼女になれますかとか、愛のストリッパーとかやったじゃん成人公演の時。だからそういうその20歳の時にやった曲をもう一回やるっていうのもそれはそれでなんかエモいから、そうそれもいいよねっていう、それも候補の一個にあったんだけど、そう最終的には下の名になりました、はい、そうなんです。あスカヒラでも確かにね5人だしね、5人でスカヒラもまあ確かにそれもそれでありだったかもしれない。いやでも本当に私はこの5人で下の名をできたことがもう何よりも嬉しいことですそう、あと昨日その配信でなんか周年公演何やってほしいみたいな、何見たいみたいな話をしてた時に、どうしようもないことを見たいって言ってくれてる方が多かったから、そう久しぶりに帰りとどうしようもないことをできてよかったです。あのでもその2人ではてかまあ、 あの配信されてないからなんだけど、ファン総会で実はやってて去年、その日ごとの曲、そうキス調、昨日よりも今日、今日よりも明日、どうしようもないこと、ドロンチェラシーの4曲をあのファン総会で実はやっていて、でファン総会の時と構成は全く同じのをやったっていう感じでも、ファン総会は配信されてなかったから、多分その2人でのどうしようもないことを劇場でやってるのを初めて見た方も多分多かったと思うんですけど、そうでもその時ファン総会の時2人でやった時もあの白いあの別の衣装で確かやったんだよね。ファン総会の時はずっとあの別衣装だったから、そうだから久しぶりにツアーぶりにあの衣装着ました、オレンジのやつそうあの衣装でやったの、あの衣装で2人でやったのは初めてだったね。そうでした、オレンジのやつ、あの衣装劇場で着たのが初めてだったかも、そもそも。あそっか、配信ガッタファンでは配信されてたのか、ファン総会。そうだね、そうそうそう、なんか2人で久しぶりにどうしようもないことをやりましたでね、聞いて、あのどうしようもないことを披露するとき、私たちドラさんの2人他のメンバーにどうしようもない人たちって言われるんですなんか今日で言ったら、その瀬戸利が自然渋滞、どうしようもないこと、昨日よりも今日、今日よりましたキス調をドローンジェラシーだったんですけど、その4期生がその自然渋滞をやってるときに、あのあれ次どうしようもない人たちみたいな、あ、そうです私たちどうしようもない人たちです毎回そのくだりをやるそう、この全然あの誤解しないでほしいんですけど、普段からどうしようもない人たちって呼ばれてるわけではないですよ普段からどうしようもない人たちなわけじゃないですけど、この曲を披露するとき、ドラさんの2人のことをまとめてどうしようもない人たちって呼ばれてるっていうそうなんです
あれどうしようもない人たちだよね次みたいな。そうだからそれに合わせて、あそうですっていつもやる。カチューシャもしょぼんって、あ本当だ、どうしたの、本当だ。なんかずっと下がってる、この子ちょっと落ち込み気味。確かにずっとなんか下向き、なんで私のつけ方の問題。いやでも浮いてるな、なんかめっちゃんぼりしてる。そう、どうしようもない人たちって言われてます。でも久しぶりにできて嬉しかったです。やったのは搬送会ぶりか、コンサートとか、うん、もうねなかなか披露する機会もね少ないですからね二人で。そう、まなちゃんもつけて配信してたけど、やっぱなんか重たいんかな、落ちてきちゃうんだねきっと、頭が重すぎてね勝手にねしょぼんってしちゃうんだね。そう、アマゾンでそのカチューシャ買ってる、お揃いだね。でもなんかあとね、その私たちどうしようもない人たちがその曲を披露した後、次がさ一期生のさ、あの昨日よりも今日、今日よりも明日だったじゃないですか。でなんかまあ本番はさすがにさ見れないんだけど、本番はさすがに見れないけど、あのリハ、昨日のリハを見てる時にさ、なんかすごいわいいな、やっぱり一期生っていいなっていう気持ちになって、すごい泣きそうになりました。いいよね、いや本当。え、しかもね聞いて、超可愛かったの今日、本当写真撮りたかったんだけど、なんかその、まあ、昨日のリハでそれを見た時にはやっぱいいわ一期生ってみたいな気持ちだったんだけど、その今日のリハであのさ山台に座ってたじゃないですか、ラスサビ最後歌う時山台に座ってて、なんかその山台にどう座るかって、リハの時はなんか丸い椅子を山台代わりにこう置いて座ってやってたんだけど、実際のさ山台に座るってなった時にどこに座るみたいになって、で山台ってさ NGT 劇場の山台ってこう台があって、ここにさ階段があるじゃないですか、でこの階段と階段の間が意外と狭くて、なんかもともとは4人でここに並ぼうと思ったらしいんだけど、意外と狭くて並べなくて、本番はここ2人となんか階段のところに1人1人座って4人で並んでたんだけど、なんか1回とりあえず4人でその階段と階段の間に入ってみたのね。入ってみたの、その時のギュウギュウに詰められてる1期生がマジで可愛くて、結構ギチギチだったのよ、階段と階段の間のこの幅に4人がギュウギュウに座ってて、そう、それがねめちゃくちゃ可愛すぎて、いや写真撮りたかったんだけど手元にさなかったのよ携帯が、リハ中だったから手元になくて、いや本当に撮りたかった。そうで、なんか最初さ4人がさ、なんかそのね、その時私違うことしてて、違うことしてる間に後ろでその一期生の4人が山台のところに座ってやってて、えこれはさすがにちょっと狭すぎかなみたいなこと言ってて、でそれでパッて振り向いたら4人がぎゅうぎゅうに座ってるね。えっ待って、かわいすぎると思って、いやさすがにぎゅうぎゅうだろって思ったけど思ったけど、でもいやぎゅうぎゅうだけどそれでもいいって思っちゃった。なんかもう4人がぎゅうぎゅうに座ってるだけで尊い、かわいい、本当に。そうだから、いや普通に見た時になんかあれでララ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 ラって歌ってたらちょっといや狭そうだなって思っちゃうけど、ちょっとあんま曲に集中できなくなっちゃうけど、でもなんか4人がそこにぎゅうぎゅうに座ってるだけでめちゃくちゃ可愛いから、それはそれでありって思った。それはそれでありとは思ったよ。ただこう曲として見せるってなったら、まあそうだね、2人階段に座った方がまあ見え方としては綺麗かなみたいな感じでした。でも本当にあの4人でぎゅうぎゅうバージョンを見たいぐらいに
超可愛かった。本当にめっちゃ可愛かったです。あれは本当写真を撮るべきだったけど、ちょっと意外とそのギュウギュウになってた時間が短くて、そう、あ、これはさすがに狭すぎたねって言って、やっぱこっち座るっていう、もうなんかその流れでさ、すぐさ離れちゃったからさ、あー撮りたかったって気持ちだったけど、そう、でもめちゃくちゃ可愛かったです。本当それはもう私の脳裏に焼き付けることにした。あの可愛い光景は本当脳裏に焼き付けることにした。普通に可愛いって言っちゃった。え、可愛いって言っちゃった。そう、いや本当に可愛かったです。やっぱね、いいね、そのなんか今思い出いっぱい公演ってやっぱ10人でやってるから、まあそれはそれでね、いろんな組み合わせがあって楽しいけど、やっぱ全員で集まった時いいなって思いますね。本当ニキドラうるさいし、本当うるさかった今日。なんであんなうるさいんだろうっていうぐらいうるさかった。でもそれがさ、通常運転なんですよ私たちのね。うるさいって思うけど通常運転だから、はい、ニキドラはうるさいし、3期生は先輩になっても静かだし、4期生は壁にピタってなってるし、なんかすごいね、それぞれの木の感じが出ててすごい面白かったですよ。やっぱいいな、メンバー全員で集まるのって楽しいなって思いましたね。すごい楽しかったです。23時53分です。え、早すぎ早すぎ。いやでも今日はね、絶対に EMM 見る。てかみんなに本当に見てほしい。今の私の話を踏まえて、まあ踏まえるようなとこあったかわかんないけど、踏まえてぜひ DMM めちゃくちゃ見てほしいなって思います、はい、いやでもね本当にね、3期生はすごい静かだから、そう思うと4期生って結構ちょっとニキドラっぽくて、そのうるさいっていうわけじゃないんだけど、なんかね、その明るいわちゃわちゃした感じがすごくちょっとニキドラっぽいです、4期生の。そうやっぱその年少組も多いから、中学生が多かったりとかして、なんか昔のニキドラ見てるみたいです、すごい。そうだから 4期は結構そんな感じ、なんかニキドラみんな言ってる、なんか昔のうちらみたいだねみたいな感じなんだけど、3期生は本当になんか加入した時から今もうなんかその騒がしい感が全然ない、なんかみんな静かだから、入ってきた時にあ、これが今時の子なんだなって思ったの。そう、なんか私たちはどちらかというとさ、すごいなんか体育会系みたいな感じだから、そのあまりにも3期生がすごく静かでおしとやかな子が多かったから、あ、なんかこれが今時の子なんだなって思ったけど、4期生が入ってきて、まあ3期生と対してこう年齢とかもそこまでね変わらない子たちが結構ニキドラっぽかったから、そうだから、あ、なんかその今時の子だからとかっていうわけじゃなくて、たまたま多分3期生として入ってきた子たちが結構そういう静かなおしとやかな子たちが多くて、なんか4期は結構そういうニキドラに近い体育会っぽい子が多いのかなってすごい思った。うん、そう、なんか木ごとの色ってやっぱありますね、すごいね。すごい思う。でもなんかあとはね、すごい今日もすごい思ったんだけど、やっぱニキドラも人数がいた時はそのなんか大人組子供組でちょっと分かれてたりとか、なんかね少人数でこういることが多かったりとかしたけど、もう今人数も少なくなって全員で一緒にいることが多すぎて、そう、なんか昔はさ、なんかちっちゃいもんとかさ、なんか寒かつなとか、なんかそういう何人かでこう一グループじゃないけど、そういうことが多かったけど、もう今ほんと全員でいることが多すぎて、なんかリハ中もいつも1個の机を全員で囲んでご飯食べてるし、なんかその1期生さんを見てても結構そういう感じだった。なんかこう人数が少なくなってきて、なんかみんなでいる時間がすごい増えてる印象だったんだけど、1期生の皆さんも、なんか私たちも人数が減ってやっぱそうなっていくんだなってすごい思いました。だからそのニキドラで一緒にいるときはやっぱはるかはすごいもう年少って感じで、みんなの妹ってみんなではるかのこと可愛がるし、
そう、まあいじることが多いけど全員でいることがすごく多くて、そうなんか私たちもまあ大人になったんだなとも思いつつも、そうなんか今まで以上に仲良しになったなってすごい思いますね、ニキブラ。私なんかニキドラと一緒にいるときは私もやっぱグループのなんかキャプテンだからしっかりしなきゃみたいな、しっかりしてることの方、しっかりしてるのか分かんないけどとことの方が多いけど、なんかニキドラでいるときはほんとなんかめちゃくちゃ素でいるというか、そうなんか研究生の頃でも、研究生の頃よりも私が多分喋るようになったけど、研究生のときはもうみんながってずっと見てた、みんなのことあまり群れたりせずだったけど、今みんなが全員がニキドラで仲良くなったからこそすごい素で入れる時間が増えたなって思いますね、うん、やばランキング読まなきゃ、ランキング読みます。13位トシーさんありがとうございます。12位台湾のクーさんありがとうございます。11位ケイタさんありがとうございます。10位ダイバーさんありがとうございます。9位ラーマさんありがとうございます。8位スーさんありがとうございます。7位テレハヤさんありがとうございます。6位ホッシーさんありがとうございます。5位 MS さんありがとうございます。4位のサラさんありがとうございます。3位ヒーロさんありがとうございます。2位タカさんありがとうございます。1位ユキさんありがとうございます。タワオありがとうございます。はあ、またいっぱい喋っちゃった。でも本当今日はでも喋りたいことしかなかったからいい、言いたいことは全部言ったいや本当にね、でもこうやって無事にね NGT48 劇場もう8周年ですよ。8周年を迎えて9年目に突入するわけですけどね、9年目は4期生も加入してさらに盛り上がっていくと思うので、これからもいっぱい応援していただけると嬉しいです。ぜひいっぱい応援してください。わー、あ、いいじゃんいいじゃん、手あげたら結構顔上に向くじゃん。バイバーイバイバーあ、これがいいかな。かわいい。あ、そうだ、壁写見てね、新しい壁写、熱を出しながら撮った壁写1年間38度の顔の写真が飾られてる壁写見てね、みんな、新しい壁写。漏れてた？どうだった？なんか毎回ハーフツインすぎて写真の違いがよくわかんないんだけど、私も見てね、ありがとうございました